誰もが知っているザ・シンプソンズはアメリカで最も長く続いているシリーズですが、これまでに数々の未来予言を的中させてきたことでも有名です。シンプソンズのエピソードの中には視聴者が驚くような未来の出来事やテクノロジーがいくつも描かれているのです。今回は2024年に実現したシンプソンズの予言5つをご紹介します。トランプ大統領選への野望。ザ・シンプソンズの脚本家とプロデューサーは、まるで未来を正確に見通せる水晶玉を持っているかのように、驚きの予言を次々と的中させています。彼らの予言が的中するたび、視聴者は畏怖の念を抱かずにはいられません。これまでにも多くの予言が現実のものとなり、人々を驚かせてきました。そんな中、最も劇的な予言の一つが、トランプの2024年大統領選への野望についてのものです。トランプ氏は2022年11月15日火曜日にアメリカ合衆国大統領への立候補を発表。彼は2021年に失った大統領を取り戻し、アメリカを再び偉大で輝かしい国にするという野心を示しました。これによりこの出来事に関連する2015年のエピソード Part to the Future は再び注目を集めることになります。このエピソードではホーマー・シンプソンが背景にトランプ2024と書かれた看板を通り過ぎるシーンが描かれており、まるで未来を予見していたかのようです。これはトランプがまだ大統領になる前に放送されたもので、その予言が的中しネット上で大きな話題となったのです。偶然の一致か、それとも予知能力の賜物か、いずれにせよシンプソンズは再び未来を見通したかのような驚きの瞬間を提供してくれました。AI ロボット。 AI ロボットが登場するこのショーの魅力の一つは、シンプソンズのキャラクターたちのユーモラスな行動だけでなく、正確に未来を予測するエピソードが多いことです。シンプソンズはこれまでに未来を見通したかのような予測をしてきましたが、その中でも特に注目すべきはシーズン23のエピソード17です。このエピソードではフォーマーが雇用主により人間の従業員が全てロボットに置き換えられたために職を失うシーンが描かれています。現在の技術進歩を考えると、ロボット工学と人工知能の発展は急速に進んでいます。もしかすると近い将来、私たちの仕事がロボットによって奪われるという現実がやってくるかもしれません。実際日本や世界各地ではロボットがウェイターとして働く例も見られます。これは私たちが知っているような人間が行う労働の終焉を意味するのでしょうか。それともロボットによる食の奪取について私たちが過度に心配しているだけなのでしょうか。このような未来が訪れるかどうかはまだわかりませんが、シンプソンズはこのテーマを通じて私たちに考える機会を提供しています。仮想現実の食べ物。このエピソードを見た後、仮想現実の食べ物に関するシーンが視聴者の記憶に強く刻まれることでしょう。ザ・シンプソンズのエピソードで登場人物たちがデジタルの食べ物を楽しむシーンがありますが、どうやってそれが可能なのか、ぜひ自分の目で確かめてください。この壮大なエピソードではホーマーとマージが仮想現実のヘッドセットについたストローでデジタルフードを食べるシーンが登場します。これはこの番組で行われた最も大胆な予測の一つですが、現実の要素が含まれているかもしれません。このようなことは決して起こり得ないと断言する前に、エアロバンケットの RMX をご紹介します。これまでに体験したことのないような食事体験です。 VR メガネを使用し、仮想現実世界に入って本物の食事が楽しめるのです。デジタル世界では仮想現実企業がゲームアートや不動産などの分野で大きな進歩を遂げていますが、この企業のプロジェクトは非常に魅力的な試みです。プロジェクトの目的は人間の認識を再構築し、食べ物の体験方法を変えることです。2024年にはこのような体験が一般的になるかもしれません。この革新的な体験が私たちの食に対する考え方や楽しみ方をどのように変えていくのか、あなたも未来の味覚を体験してみてはいかがでしょうか。そしてデジタルフードの味を試す日が来るのを楽しみにしてください。火星への挑戦。火星の乗っ取りをテーマにした次の作品は非常に斬新であり、現実の出来事との類似性があまりにも不気味です。そのためこのシリーズの脚本は宇宙人によって書かれたのではないかと疑問に思うかもしれません。信じられない方のために、このエピソードではシリーズの
シーズン27のエピソード6にご案内します。リサは政府が火星への移住に登録し、火星最初の居住者になるボランティアを探していることを知りました。彼女は熱心に志願し、残りの家族も同様に志願しました。エピソードの残りの部分では彼らはいくつかの奇抜な冒険に出かけますが、その計画は失敗してしまいます。しかしそれだけでは終わりません。この不気味なエピソードは2051年の火星に住んでいるマージとリサの様子を見せるシーンで幕を閉じるのです。皆さんはイーロン・マスクの火星移住計画についてご存知でしょうか。彼は火星への移住を目指して民間宇宙探査会社を設立し、その全体計画を指揮しています。興味深いことに、このシンプソンズのエピソードに登場する火星への打ち上げ日程がイーロン・マスクの計画と非常に似ているのです。脚本家やプロデューサーが何かを知っているのではないかという憶測もありますが、この偶然の一致が多くの疑問を呼び起こしています。まさに現実とフィクションの境界が曖昧になる瞬間です。今後の火星移住計画とシンプソンズの続きが楽しみですね。赤ちゃんの翻訳機。あなたの小さな赤ちゃんや幼児が何を必要としているのか正確に理解するのは難しいことです。彼らが泣き叫ぶたびにその意味を知りたいと思ったことはないでしょうか。次に紹介する発明はまさにその悩みを解決するものです。とても素敵なこの発明について、なぜザ・シンプソンズがずっと前に知っていたように見えるのか不思議に思うかもしれません。それは赤ちゃんの翻訳機です。その名前が示す通り、赤ちゃんが本当に何を望んでいるのかという謎を解決する装置。この装置は赤ちゃんが泣いた時にその意味を解読し、親に伝えてくれるのです。ザ・シンプソンズの第3シーズン第24話で、ホーマーの異母兄弟であるハーブ・パウエルがこの赤ちゃん翻訳機を発明しました。このエピソードでは赤ちゃんの言葉を実際の言葉に変換できる魔法のような装置が登場します。しかし、このような装置が現実世界でも実現可能なのでしょうか。実はこの夢のような発明が現実のものとなりました。ザウンドドリームという会社がついに心を驚かせるマシンを開発したのです。このスイスのソフトウェア会社は人工知能を利用して赤ちゃんが泣いた時に正確に何を望んでいるのかを判断できる技術を開発したと主張しています。お腹が空いているのか、慰めが必要なのか、それとも不快な状況から解放されたいのか、赤ちゃんのニーズを正確に把握できるのです。その結果、親たちは赤ちゃんの声に込められたメッセージを瞬時に理解して対応できるようになりました。これにより赤ちゃんと親のコミュニケーションが飛躍的に向上し、育児のストレスも軽減されることでしょう。まるで未来を予見していたかのような数々のエピソードでしたね。今後も新たなエピソードがさらに驚きの予言を届けてくれると期待せずにはいられません。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。